日本近畿地方大阪府八尾市、柏村町、柏村町は大阪府八尾市の地名。現行行政地名は柏村町1丁目から柏村町4丁目。住居表示は未実施。両政国一覧機内河内国、和歌江郡、柏村神殿ほか、宝永元年の大和川付け替え後の神殿開発により創生された。四季の郡太田村の柏原神兵よしじが、 受け置い人となり神殿開発を行った。法営5年の検知後は、幕府直轄領、法営7年以降小田原藩領となり、幕末に至る。明治期の市町村政志向により、明けぼの川村の大技となる。昭和57年に、町名地盤改正が行われ、町名表示されるようになった。二千十九年十二月二十日、明けぼの川南土地、区画整理事業監知処分に伴い、 柏村町三丁目の一部をトツカ北一丁目に分離、大技業部の一部を柏村町三丁目に編入、近鉄高安駅、恩ン駅間の玉串川沿いに位置する。かつての柏村神殿は、現在の曙ケ川東1、二丁目全域、曙ケ川東四丁目の一部、山本高安町二丁目の一部と恩ン中町一丁目の一部も含まれている。 二丁目の高安建築敷地内は、旧柏村神殿に含まれず、旧大技、京工寺、柿内の一部だった。旧村落は、現在の四丁目あたり、現在はおおむね住宅地となっている。2020年3月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。柏村稲荷神社。ありがとうございます。